い、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、その他法令上の制限について解説いたします。これまで都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、土地区画整理法、農地法、宅地造成等規制法と法令上の制限解説してきたんですけども、それ以外の法令上の制限に関する内容を今回解説します。で、この点についてはもう覚えるだけで大丈夫です。もう理解は必要ありませんので、何度かこの動画見ていただいて、覚えていただければと思います。で、覚える内容については、こういった区域だったり、こういった法律について、誰の許可が必要なのかっていうところを覚えていただければ大丈夫です。で、何かしら一定の行為をするときに、知事だったりとか、まあ、ここだったら河川管理者とかの許可が必要なんですけども、一定の行為がどんな行為かまでは頭に入れなくて大丈夫です。例えば建物建てたりとか、木を伐採したりとか、あとは土を入れたり、土を取り除いたりする、まあ、工事をしたりとか、まあ、そういった場合に許可が必要なんですけども、ポイントは誰の許可が必要なのか、なので、誰の許可が必要かっていうところを頭に入れていただければと思います。で、一つ一つ見ていきます。森林法における保安林とか民有林。これについては知事の許可が必要です。このキーワードをセットで頭に入れていく感じですね。土砂災害警戒区域内で一定の行為するのであれば、知事の許可が必要です。急傾斜地崩壊危険区域。これについては知事の許可が必要です。地滑り防止区域。これも知事の許可が必要です。で、ここまでが基本的には知事の許可なんですね。ここからは知事以外の内容になってきます。河川法については河川管理者の許可。道路法については道路管理者の許可。海岸法については海岸管理者の許可。港湾法については港湾管理者の許可。もうこれは河川法なら河川。道路法であれば道路。海岸法であれば海岸。港湾法であれば港湾の管理者が許可権者なんだというふうに頭に入れていただければ大丈夫でしょう。あと、生産緑地法。これについては、市町村長の許可が必要になってきます。そして、文化財保護法については、文化庁長官の許可が必要です。で、注意が必要なのは、この部分ですね。国定公園については、知事の許可が必要です。一方で、国立公園については、環境大臣の許可が必要です。国定なのか、国立なのかで、許可権者が変わってきますんで、この点だけは注意してください。もうあとはですね、もう覚えるだけなんで、ぜひ何度か動画見ていただいて、復習して頭に入れていただければと思います。宅建の勉強していて、難しいな、何言ってるのか分かんないな、面白くないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ弊社レトスの個別指導をご検討ください。宅建の内容自体はそれほど難しくありません。お持ちの教材が難しく書かれているから、難しく感じちゃうんですね。弊社レトスの教材は、できるだけ具体例を入れたり、イメージを入れたり、また言葉を噛み砕いたりして解説させていただいております。なのであなたにも理解をしていただけます。もし勉強していて実力が上がっている実感がない、また本試験で思った点数が取れない、そう思っている方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導ではやったらやった分だけ実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。